フロリダ行った時になんか楽しいねみたいな、あのね楽しいねって言ってるタイミングで、でもさ眉はさ忘れちゃうもんねって、眠剤でぼーっとしちゃうからこういう楽しい時も眉は忘れちゃうんだよねまたって言われた時に、あもう絶対にやめるからって思ってやめるのを決意した。うん、絶対にやめるわって、そんな悲しい思いさせてたんで、切ないじゃん。ただ大変だからね、みんなその薬を断つっていうのはめっちゃ大変だから、それみんなやめたいじゃん薬なんて。なんか私歌舞伎町の精神科行ってたの、歌舞伎町のね、なんか悪いところに行ってて、だん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 強い薬を飲まされてて、気づいたらもうこれ以上の上のものはないですよみたいな。なんでそんなもん、本当の話だって。病んだとこじゃなくて、ただなんか眠れないなっていうことがあって、それをきっかけに薬もらってたらだん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 依存しちゃって、で効かなくなっていくんだよ、それ飲んでいくうちに。だんだんで効かない効かないって言って、はいこれはいこれって、どんどん強いの強いの強いので、効かない効かないって言っていくうちに、あもうこれ以上強いのはもう無理だから、もう私そこの境地まで来ちゃったのって。そう、違う、本当に飲んでたの眠剤を。で1年ニートになって10ヶ月でやっと抜けた。10ヶ月はきつかったよ、10ヶ月はきつかった。なんかね、いろんなの飲んでた。でねマイクロペロフィンとか、なんか ロヒとか、なんかいろんなの飲んでた。最初はマイスリーから始まって、そう55キロぐらいあったかな。55キロぐらい。あ、ロヒプノールかな。そう覚えてないけど。あ、ハニーちゃんの赤ちゃん時代見せたいと思います。赤ちゃんじゃないか、2018年、5年前か。だってさ水分じゃん、スイカなんて水だよ水。よく食べるね、こんな。いや、これ2018年だからハニーが なんだかんだ7歳とかか。今13歳だから。ハニーちゃん吸いたくる。
あ、ありがとう、ふわっちくん。バンビちゃんみたい。いや、ハニーは本当にいい子。ハニーは本当にいい子。やっぱね、めっちゃ飼いやすい。どうだったかな、多分スイカあげたのこれが最初で最後。あ、だけどブドウあげちゃダメだよ。ブドウはなんかね、中毒になるらしい。ブドウダメだってね。こんな食べされた。これ鬼かわいい。あの布団に毛布にくるまってるハニーちゃん、これめちゃめちゃめちゃかわいくない？かわいすぎるだろこれ。天才的にかわいい。映えのハニーちゃん、これ超かわいい。かわいいよね。お顔が天才なんだよハニーは。でもこれも別にもう7歳とか。怖かったねハニーが1歳0歳1歳2歳の時は。怖かった、ちっちゃすぎて。ただあの去勢するとなんかでかくなるじゃん、ホルモンバランスが崩れて。それでやっと安心した。ほんとちっちゃくて。まゆ本当にさ絶縁しちゃったのかな。みんなにまゆ潰すって何？何あなた、と言いながら何週間も犬と離れてるのか。エゴまみれ。え、仮にじゃあ子供がいても海外旅行行っちゃいけないってことになるよ。海外旅行行っちゃう。で、私だってこれって仕事でもあるからね。だって別に3泊4日とかで帰ってきてもいいんだよ。2泊3日とか整形してそのまま。でもせっかく行くんだったら配信ね、みんなで。それもやっぱ仕事なわけでしょ。別に遊びだけってわけじゃないよ。だって私毎日配信してるじゃん。なんでそうなるんだ。あ、まゆちゃんの赤ちゃん時代。これまゆちゃん。ほら、前から唇がプリプリしてる。これ、面影あるでしょ。目がでかくて、唇がプリプリしてて。これうまい棒食べてんじゃない？で、わかるよね。ああ、貧乏な暮らしなんだなって。この子貧乏なんだろうなって。まあ、貧乏なんですけど。そうそう、テンパ。そう、子供の頃さいっつもさほっぺが真っ赤ですごいね。これね、嫌だった。リンゴ病ってバカにされてて、小学校まで。
私貧乏だったからね、5人兄弟でさ、あ、だけど私今こう二重じゃん、二重になったのって多分10代後半ぐらいかな、中学校までね奥二重だった、中学校まで。前のくせに生意気だなって、何が。だからなんか年取るとさ、目って二重になってくることない？私奥二重だった確かに、うん、七五三とかないね、取ってないんじゃない、そもそも。ないよ学生時代なんて、そんなのガラケー時代じゃん、ないでしょ、ないね、ないね、ないね、探せば小学校まであるんじゃない、小実家に。あ、でも私埋没もしたことあるよ、埋没も撮ったね、一時流行ったんだよ、平行眉が、あ、平行二重が、うん、あの小悪魔アギハ時代流行ったからね、やっぱそうだよね、なんで垂れ目制限のグラマラスラインとかさ、なんかいろんな名前で言うんだろう、そうグラマラスラインしたの、うん、で、あのトモチンの涙袋が流行ったから一時涙袋パンパンもやった、ヒアルロン酸で、そう、中高は美少ギャルだった、ギャルだったで、中ギャルだったね、ヤンキー、うん、超ギャルだったよ、高校はあの通信一回も行ってない、お金払って通信だ、お金払ったら卒業できるから、お金払ってね、ちゃんと卒業しましたよ、ちゃんと、だからあの資格は持ってる、高校卒業の、それはある、でも別に、あ、見て、眉の背中見した、見る、これ見て、これ眉の背中、これやばくない、これが5年前、え、5年前か、もっと前かな、見える、これハスコラ苦手な人とかもうめっちゃキモいんじゃない、これ、これ背中ニキビがほんとすごくってさ、いやこれ背中ニキビなんだよね、で30万ぐらい払った、品川スキンクリニックで、であのケミカルピーリングを定期的にやった、30万円やった、毎月やった、でも治んなかった、これ、ただ
たったの100円の牛乳石鹸で治った。これあ違う違う違う、ミューズ石鹸で治った。ミューズ石鹸治ったんだ、これたったの100円で。違う、トータル30万ぐらい使ったけど、結局このありさまでさ、うん、たったのミューズ石鹸で治ったんだよ。そう、殺菌成分が入ってる。そうそうそう、ミューズは薬王石鹸ミューズで、この背中のこの汚いのが治った。うん、ただすげえ突っ張るから、まあある程度治ってから牛乳の赤枠に変えて、うん、だから私毎日そっからもうボディーソープは牛乳の白、あ赤箱使ってる。もう今何もない。背中の悩んでる人はいいよマジで。うん、でなんかね、めちゃくちゃ有名な、 なんで私ミューズにしようって決めたきっかけが、これに悩みすぎて、これガチな病院行かなきゃダメだなって思って、そのニキビに有名なあの病院の皮膚科、なんかツイッターでバズったところの病院行って、1時間2時間ぐらい並んで、そこでミューズ使ってみって言われて、まあそこで漢方ももらいながらもミューズやってたけど、別に漢方終わった後もミューズだけでめっちゃ綺麗になった。病院の名前忘れちゃったけど、いやマジで治るよ本当に、試してみて。ただめっちゃ突っ張るからし、乾燥して痒くなるから、あのちゃんとローションとか塗らないと、うん、ちゃんと耳ずの後マジで突っ張って痒くなる。それがだるくって牛乳の赤箱に変えたけど、それもそれであのいいよ。そうだから強すぎるから、本当に超やばいぐらいのだったらミューズ、まあ1、2週間とか。殺菌効果めっちゃ強い。そう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 、使いすぎダメだね。赤箱、牛乳石鹸赤箱ね、しっとりタイプ、あれもあり。皆さんナイスよろしくお願いします。さすがにナイスの増えがちょっと400から厳しくなってきたか、さすがに。わし、あさって楽しみ楽しみ、あさってすぎる。粘膜だから治りも早いし、石鹸泡立てるのめんどくさい。え、体洗うとき別に普通にそんなたくさんやんなくてもよくね。あ、ちなみに私のハワイの友達、これね、これ私の友達、ハワイのあのハワイアン田中、ハワイ行ったらこの人と一緒に多分旅するんだろうな。めっちゃいい人だよ、レイって言うんだけど、レイ・パブロン、うん、寂しいよってえーんっていうなんか写真、アイアム読めないけど、眉の多分 5個6個上とかなんじゃない。外人はちょっと老けやすいからね、優しいよめちゃくちゃ、うん、定期的に連絡来る今でも。でこの前
あの、あ、やべ、間違えて延長しちゃった。ちょっと延長切っとこう。そろそろ終わり時か。こういうか、がん、こういう画像送る人はやりやり。あ、全くノー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 、ガチガチフレンドリーだから。あの、これハワイだから暑いから裸、上半身裸って普通だよ。あの、ほぼてか水着でご飯食べたりとか普通だよ、外食も、うん、でもあの会話したことはない。だってその人も日本語喋れないから、イントネーション、あ、だけどあの飯をおごれよっていう言われる。お前を運転してるんだから飯をおごれって。そうだ、ガチのそういう恋愛とかない。ノーノーノー。明日何しよっかな。明日ミョンドン行って普通に、まあ先にミョンドン行ってから決めるか。場面でなんかどっか行ってほしいところとかある？ここ行ってほしいなみたいな。でも飲み屋以外でね。飲み屋はバッシが終わってからだから。そういうのじゃなくて買い物とかね。飲み屋はあさって以降に。まゆたが占い行きたい。確かにワンちゃんまた本で言っても、まあでも占い行きたい、占い行きたい。ミョンドンにいいとこあるかな。だからミョンドンぶらりしてもよくない？ミョンドンのヨモギ虫とかエステとか占いとかあるかな。明後日バシ、明日っていうか日付変わって明日ね。あ、もうケジャンはもうちょっとよかった。でも Wi-Fi 借りれたからもうくるくるないから大丈夫だよ。え、ちなみにさ、なんて分シジャンってさ、くるくるだった？ずっとイクサンドンぶらり。ちょっとイクサンドンも見てみようかな。じゃあイクサンドンもちょっとググってみるわ。うん、 OK。 皆さんナイスありがとうございます。え、どうしよう、ちょっと延長もありだけどな。いや、寝れないかもな。でもグダグダ。ちょっとナイス押してみて、みんな。延長するから。あ、延長できない。あ、延長できた。いや、ナイス欲しいでしょ、それは。あの、ヨシエさんとガチガチだからね。しかもイベント出てないから。で、私やっぱやるからにはね、頑張りたいんだよ。やるからには。ありがとう。ソウルタワーか夜景見せてあげない。綺麗だからナイス。ソウルタワー、どこにあんの、それ。ソウルタワー、ソウルタワー行き方。スカイツリーみたいなところか。カップルや家族連れが行くんだ。バスに乗っていくんだ、これ。チュンムローに待ってたからバスで出ちゃう。そ、ティー、これ行くの大変じゃない？ヨンドンから徒歩13分の場所にケーブルカー乗り場があり、
約15分間、ミョンドンから徒歩約13分の場所に、料金は中学生以上片道1万1000ウォン。これおもろいの？果たして。今日みんな頑張って配信しとるね。なんでだろう。なんかあれじゃない、雑談したい気分なんじゃない。私もそうだもん。だからみんなやってんじゃない。なんかおしゃべりしたい気分なんじゃない。草薙に LINE してみよう。明日帰るって嘘ついちゃったんだよね。どうしよう。仕方されてる。ほら、いや、連れてってくんないかなって。そういうソウルタワーとかさ、送っといた。でもさ、しょうがないよ。怒ってるよって言っても、だって本当にさ、ぶっちっつうか違う、急遽私空港行かなきゃいけなくなったじゃん、あの今回だ。空港行くまでご飯食べようって言ったの。そしたら、空港行くんだったら、ま、もうご飯食べてすぐバイバイ嫌だから、じゃあいいですみたいな。でもしょうがないよ、それはしょうがない。私だって好きで空港行ったわけじゃないんだからさ、そこに関しては。むしろやりもくって私が怒るべき。怒ってはないと思うけどね。韓国の人ってマジで怒んないよ。そうそうそう、垂れ目ダサって。ダサいって何？逆に。いてててて、いたたたたたたいたた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 、本当に荒く脂肪吸引、脂肪と取りやがった。ハワイ行きたいな。ハワイ行きたいな。痛み止め飲んだよ。飲んだけど、なんかここで夏菜ちゃんもやってね、大変だったみたい。そう。まあでも物価高いけど、
でもほらハワイってさ、あのメインは観光じゃん。いろんな海行ったりとか、青い洞窟とか山登ったりとか。ちなみに私ハワイ行っても全然男に相手にされないからね。全く。だからまあみんなが求めてるのは多分韓国の方が面白いと思う。ハワイは多分本当に観光だね。世界遺産とか、そうだね。あとは、まあ、バリとかもおもろ。あ、バリ、バリとか。私マジでね、白人にはね好かれない。本当に好かれない。韓国のクラブ配信できんの？いやでも行ってもうるさいじゃん。なんでわかるって？相手にされてこなかったからだよ。ハワイ何度も行ったけど、フロリダとか今まで相手にされてこなかったから。なんか子供に見えるらしい。あと子供なんかマジで高校生とか言われるよ。あなた子供キッズって。しかも格好もキッズみたいじゃん。子供にしか見えない。イエローキャブ食いがいるんだよ。いやイエローキャブ食いは別に、単純に日本人は言ってたもん。だってハワイアン田中が、日本人ってすぐやれるよねって。なんでかわかる？あなたたちは優しすぎるからだよって。普通の人はノーって、ノー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 って強く言えるけど、日本人ってちょっとつつくと、ちょっとちょっと嫌だけどもうちょっとみたいな、いけるって思っちゃうんだよって。優しいから断れないでしょってハワイアン田中が言ってた。だからタイプとかじゃなくてやれるって思われてんじゃない。気が弱いんじゃなくて断り方が弱いってこと。相手からすると断ってるように見えない。あ、これいけるって思う。優しいよねって。20歳の時小学生だと思って。え、ガチでそうだよね、思われるよ。あ、でもなんかあと言ってた、ハワイアン田中が、あの韓国人の方がいいわって言ってた。日本人より、なんか日本人ってなんかロリっぽいって。日本はロリだけど、韓国人はスタイルが結構いいからって。童顔体型だしって、そのロリっていうのは日本でしか通用しないらしいよ。ジャパニーズロリ。そう、別に若く見えるからそれがいいっていうのは日本だけだって。
子供みたいって。ああ日本人、ああまあ確かにね、うん、日本のキモオタロリコンだしな。なんかその例えばそうだね、そのアニメとかさ漫画とかさ、こうロリロリみたいな、そういうのも日本だけなんだよ。海外でロリ好きで言っても元に捕まるから。そうなの？いやそうじゃないと思うけどね、言ってたからそうやって。ね、まゆさ本当に肌の調子いいんだけど、もうかれこれスキンケアしてないからさ、スキンケア立ってるからかしんないけど、肌断食でかさ、肌綺麗じゃね、無加工なのに。調子良くない？全一時さ、あの肌無加工の時もっと荒れてたよね。目をアップにしないで、ああしんどい。日本も LGBT 法、ごめんちょっと分かんない、私そういう難しいの。鼻にはプロテと鰭上軟骨が入ってる。早いよね、一日一日の治りが、マジで。よし、乾燥までに500ナイス行くぞ。今日1000ナイス行くかもしれん。1000ナイス。いてててててて。そう、政治とか、法律とか、禁止。本当に、わかんないから。目かっこいい、早く撮りたい。なんかわかんないじゃん、仕上がり楽しみだよね。抜歯の後の目どうなってんだろう。いや私本当に社会知らなすぎて多分引くよ。面白いとかじゃない、引くと思う。世間を知らなすぎる。麻酔中に鼻になんか入れられたってことはない？なんか腫れてる。いや、あ、じゃあ鼻でかいのはいつも美顔機能で細くしてたの。だから、そういうこと。まあでも本当にやっぱり怖い。やっぱその12月に大手だからって安心してやって、まあいろいろ揉めちゃったから、やっぱ簡単にその、まあ、今回やろうと思ってるところも大手なんだよね。そこもでも大手だからって安心できるとは限らないから、本当にちゃんとカウンセリングして決めないとね。なんか鼻って難しいらしいよ。難しいんだって。うん、今は美顔外してるのね。それならないそうですけど、え、それはさ、なんで美顔をしてないとナイスをしてくれるの？美顔はしてないけど、うん、え、何したの？あ、びっくりした。友達かなと思った。友達に似てた顔が。グラマラスライン、グラマラスライン。あとあの目の左右対称に整えてもらった。こっちの片目だけ
ありがとう631号さん。やっぱ恥さらしてまで。なんかナイスってさ不思議だよね、うん、女捨てろとか言われたりとかさ、まあ、何か頑張っ、まあそれも頑張ってるってことになるのか、うん、ありがとうナイス。そう、戻るよ、戻る戻る。だからそんなみんな心配しなくてもいいよ。仮に今回失敗したとしても戻るから、垂れ目って粘膜切開は。ただ私もう日本は全く調べてない。だってうん、すごい有名なところでやったけどね、ツイッターでバズってるとこでやってるけど、うん、あの良くなかったからさ、うん、でも鼻が変って言われてるけど、これでも去年の方がもっと変だったからね、うん、覚えてる？なんか知んないけど下手すぎちゃって、鼻がでかすぎちゃって人中が見えなくって、なんか人中やばいって言われてたんだよ。もう言わなくなったじゃん人中。でも私人中あのいじってないからね。なんだけど12月鼻をちょっと直してから、お前人中やばって、もう人中ワードも一切出てこなくなったでしょ、うん、韓国はだからほらあの爆発踏んでんじゃん、うん、見慣れたとかじゃない、12月からあれなんか人中違和感なくなったよねって。いや変だったから本当にないかな、なんか嫌いすぎて自分の去年の花、日本でやった花、写真撮ってないんだよね。アキコゴージャスエンディになってるしサムネ普通に。えマジで、うん、ゼロワン曰く政権廃止美顔する意味は、眉が美顔取ったらもっとナイス増える。あのさ美顔取ってるんだよね、美顔取ってるんだよね、悪いけど言って、ちゃんと美顔取って頑張ってるって。えねえねえエンディさんマジで輪郭削るの？マジ？え、な何点攻めすんの？どこやんの？綺麗じゃん。エンディさん顔綺麗だよ。うん、まあでももっとナイス増えるべきだって思われてるってことだよ。うん、エラと顎？うん、うん、エラと顎、エンディさんまあいいんじゃない。まあ輪郭ってあのまあ超変わると思う、マジ変わると思う、うん、それはそれで楽しみ。骨ってマジ顔変わるよね。あの目も大きくなったりするんじゃない？うん。クソほど痛い。ちなみに桜井ののかは後悔してるけどね。今でももう何年もういじって何年だけど、もうずっと痛いらしいよ。マジで後悔してるって骨。だから本当にちゃんとあの骨に関しては元に戻らないからさ、あの皮膚この顔の表面はさ元に戻るじゃん、どんどん失った骨は、韓国は上手なんじゃない、韓国の方が。
あ、そうそう、ずっとしびれてるってね、桜井ののかちゃんが。怖いよね。うん、エンディさん、じゃあさ韓国配信してよ。ご飯1ヶ月食べれなかった。1ヶ月経っても固形物食べるの痛いよ。でもやってよかった。本当にすごい、それね、顔が変わる。本当にやば、同じ人間とは思えない。肌汚な、マジで舐めてるよね、スイッチも。今思えばさ、下手なんだよ、舐めてんじゃん、このボタン。やばち。いけ、頑張れ、あと20ナイス。赤文字だ。450まで頑張れ。ちょっと待ってね、去年の花を探してて。ほら、なんかこれ去年いじった時の鼻なんだけど、鼻がなんか怒ってるたんだよ、こう。これでなんかすげえさ、人中短く見えない。何なんだろうね、鼻がすごい、人中もすごい短く見えるけど、こん時の方が絶対に変だったよね。そうそう、ムキムキしてたよね。だからまだ今の方が、曲がってても今の方がマシ。え、稽古、え、稽古、え、あ、稽古なの。あ、だから友達に似てるなと思ったら稽古あ、稽古じゃん、前の親友の稽古。やばい、私さ訴えられるかもしれない、あの自分の姉に。結構連絡来た。ねえねえ、うちのホテル見た、結構。うちの部屋紹介してあげる。そう、うちの親友なんだけど。え、ちょっと、え、待って、今来た。ああ、え、ケイコ2人いる。このハニーがケイコだよ。あ、偽物。あ、違うケイちゃんだって。あね、ハニーどう？私全然粘膜も出なかったし、あの、どう思う？いい感じかな。え、てかうちの部屋見たね。コメント来なくなった、ね、しかも私彼氏いたんだよね、稽古。知ってた？ハニーが稽古、そう、ハニーが親友。あ、なんかちょっとさ、サムネ出てた。あ、本当に稽古なんかなって思っちゃった。けいちゃん今初めて見た、ごめん全然覚えてない。あ、そう、私彼氏いたの、韓国人の。実はそうで、うちのホテル見る、結構やばいよ。ここに一泊2500円、あの、どう？やったんだけど全然あの粘膜も出なくて。元彼の名前アンブレラ、アンブレラ
違う、垂れ目垂れ目垂れ目。ちなみにねえねえ恵子、あのね、私訴えられるかもしれない、自分の家族、あの姉に連絡来た？ちょっと私やりすぎちゃったわ配信で、そ自分が悪いんだけど、ちょっとね大変なことになっちゃった。稽古は前にイラつくことないの？稽古あると思うよ。あの喧嘩も何度もしたことあるけど、まあでもなんかね、20後半になってから全く喧嘩しなくなった。うん、全くしなくなったね。もう昔はよく喧嘩してたけど、結構優しいよ。あの幼馴染だからね、ちなみに。そうだね、その話はね。私もね、あ、皆さんちょっとあと12ナイス、たったの12ナイスで、あの継続してる今、ナイスを今そういう今企画やってる。赤文字ずつあの50ナイス増やしていくみたいな。よろしくお願いします、よろしくお願いします。結構整形してない？うん、まあそうだね。いや私の友達みんな優しいかな。で長女が多い、長女が、うん、ありがとう、いいね、ナイス、ありがとう。右下、また連絡する、話したいこといっぱいある、マジで。あの帰ってきたらマジ遊ぼう、よろしくね、うん、よろしくね、うん、私長女、私ね長女の友達多いかも。長女に好かれる。で多分夏菜ちゃんも長女なんじゃないかな。なんかね私の友達にいそうな感じがする。あのや優しい。私ね末っ子タイプとは仲良くなれない、自分が末っ子だから。あでもみーこは一人っ子だな。みーこってでも長女っぽいんだよ、なんかね面倒見がよくって、あの面倒見がいい人と仲良くなりやすい。だから普通に考えたらうざいじゃん。でもそれをあの面倒見がいい人はしょうがないな、別にね、あそうなんだ。だから末っ子同士だとイラつくんじゃない、ここにいる末っ子ね。私もどうなんだろう、あーつなちゃんは末っ子タイプだね。あの子でも一人っ子じゃなかったっけ、え確か一人っ子じゃなかったっけ。三姉妹なんだ、あそうなんだ、うん、ツナはそういう問題じゃない。ツナちゃん甘やかされたんじゃない、結構甘やかされてきたんだと思う。でも私別に甘やかされて生きてきたとも思ってないけどね、うん、甘やかされてないけどね。ほとんどおかんも家にいなかったしな。うちの部屋いいよ、
うちの部屋紹介するね。これうちの部屋、あの歩けんのここだけ、綺麗、本当エンディーナ、本当エンディーナってエンディーさん。でこれが私のあのシャワールームとトイレで、もシャワールームにもお土産置いてる。もう置く場所がなくて、すごいでしょ、うん、もうないです、置ける場所ここしか、うん、私の家は綺麗だよ。ちなみにキッチンもある、そう、洗濯機もあるし、だ生活する上での困らない別に。ただまあ虫がいる、寒くなってきたんだもん。なんで上がってきた、なんで電気つけてんのに、なんで、無理、あキモい、無理、キモい、マジでキモい、どうしよう、なんで上がってきたんだろう、なんで、なんで、あー鳥肌、なんで、リモ、食べ物を探してんだ。虫じゃない、もっとキモいから、近くで見るともっとキモいんだよ、でかいし、あのゴキブリの 頭の2本あったでしょ、どうしよう、なんで上に登ろうとすんの、柴田理恵起きてるかな、柴田理恵起きてるかな、ちょっと無理、
いなくなってる。ちょっと待って、この上にいるのかな。ちょっとこれちゃんと閉めないと。あ、ちょっと待って、ちょっとこれ上見てきて、私見れないから。こんな早く下に落ちることある？マジでどこ行ったの？眠れないよ。そう、壊れた。エアコンの通気口に入っちゃった？え、こんな早く？私そんな時間かかったっけ？大丈夫。あと10日間ここにいるの無理かもしれん。久々に見ちゃった。電源でも見た。キモかったよね。キモかったよね。これ戻した方がいいかな。いやでも一応置いとくか、ここに。ダンゴムシだった。さあ、ダンゴムシじゃないよあれ。虫じゃないよ。気持ち悪い。アップで見てキモかったでしょ。こういう時に退治してくれる男の人いたら好きになっちゃう。好きになっちゃう。足がいっぱいあって、でゴキブリみたいになんか頭に触角があんの2本。だからダンゴムシじゃないのあれ。びっくりした。枕元でしょあれ。私寝てる時にさ、目の前、マジどこ行ったんだろう。明日柴田理恵に言ってみる。お金
急遽もしかしたらすぐ帰らないといけなくて、その場合予約した お金は残りの宿泊リターンできますかって聞いてみようかな。私本当に虫苦手なの。だから安いから虫がいるっていうの初めて、虫がいるホテル初めて私。無理無理無理。今度泊まるときマンスリーマンションにしな。そうだね、長期滞在だったらそうだね、マンスリーにしよう。返金なくても出ていけない、もったいないじゃん。返してくれるんだったら3万以上返ってくる。3万以上もったいないもったいない。まあ日本だったら返金してくれるよね、日本だったら。マジでどこ行った？マジでどこ行ったの？どこ行ったと思う？考えてみてどこ行ったと思う？だってここにいたじゃん。いないじゃん上に。落ちたのかな？なんか転んで、なんか足つっかえて落ちちゃったのかな？いや相当速いよスピードだって。絶対私ここ出るときさ